はい、皆さんこんにちは。今日は2月の13日の土曜日です。ここは、56丁目の、ブロードウェイに来てます。今日は自転車で来たので、この画とちょっと最近のブロードウェイのあたりはどうなってるのか撮影しようと思います。最悪なことに気づきました。今ね、おつぼポケットでね、自転車乗りながら撮影しようと思ったら、エラーメッセージが出て、メモリーカードが入ってないとすっかり入れてくるの忘れました。で、この iPhone 用のちょっとジンバルも今日はちょっと持ってきてないので、自転車に乗りながら撮影するのは不可能になりました。せっかくね、今日たまたま用事でこの辺に来たので、久しぶりにこのブロードウェイの雰囲気を撮影しようと思ったんですけども、ちょっと断念して、ちなみに昨日からその2月の12日から25% の収容人数でレストランで店内飲食できることになったので、ちょっとこれからちょっとアストリアに行って、タロちゃんとご飯食べようかなと思います。ね、せっかくねこの辺来たからね、ブロードウェイの様子撮ろうと思ったんですけどね、ちょっと片手に iPhone 持ちながら撮影するの難しいんで、すごい揺れるんで、もう同時ですね。まあちょっと寒いんでとりあえず帰ります。はい、アストリアの、ブロードウェイと34ストリートにあるこのタミロス食べるなっていうお店にやってきました。さあ久しぶりに店内飲食であったかいお店の中でご飯が食べれます。昨日からね、ニューヨークは25% の収容人数でご飯が食べれるようになりました。そんなことで、あったかいこの店内の中でゆっくりギリシャ料理を楽しみたいと思います。それじゃあ乾杯。はい、料理来ました。これがリブアイステーキ、美味しそう。お肉と、これがエッグベネディクト、エッグベネディクトスモークサーモンです。ステーキめっちゃ美味しそう。ちゃんとミディアムレアになってます。オリーブワインのところね。全然臭みもなくってね、お肉柔らかくってね、激うまです。めっちゃ美味しい。エッグベネディクト食べてみよう。ああ、そうです。このね、トロッとするところがいいんですよね。これトロー、ほら黄身がとろり。うん、こっちも美味しい。でもやっぱり肉ですね肉最高に美味しい。ごちそうさまでした。すごい美味しかったです。なんかね、やっぱり店内のね、あったかいところでご飯食べてるとね、落ち着くし、すごい良かったです。なんかね、ここもね、あと昨日からね、店内飲食が OK になったばっかりなんですけど、みんな待ちわびたかのようにね、もうこれ本当に 25% っていうぐらいお客さんいっぱい、ほとんど満席に近いぐらい入ってますね。で、以前もね、ずっと 25% の収容人数になってね、このまま順調に増えていくのかなと思ったら、また店内飲食禁止ってなっちゃったんですけどもね、今後は、この 25% が 50%、 それで 100% を目指して、全て、経済が復活すること願っております。もう後戻りしないでこのまま突き進んでいきましょう。それではまた皆さん、さようなら。